Welcome to Axis Bazinga!まあちょっとね、まあ、前回はほぼまあオープニングとまあチュートリアルで終わったってことで、まあなんか、まあ、とりあえず、まあ、なんか楽しみながらもやっていこうかなと、まあそんな感じで、どこ行けばいいのかな、まあとりあえずここか、はい、戻ってあげる、ああ、普通に開く、お、大沼チプラで何されてる、全ての敵を、ああ、全員倒すと、ちょっとね、これ何気にさ、音声がついてるゲーム、初めてなんで、なんていうのかな、ちゃんと聞こえてるかなんか、その自分の俺の声とのバランスが取れてるかしらね、分かんない、まあ、基本的にはなんていうの、ウービーチャーとかも黙るようにしたいし、もっとなんていうのかな、まあ、聞こえやすいようにし、なるべく聞こえやすいようにしたいんで、あの、このアキラさんが喋ってるとかさ、まあ、聞こえやすいようにしたいんで、もしかして、まあ、ちょっとなんか、ほんと、もう何が取れるかな、はい、先にそこまで行きそうだ。まあよくわからん。まあとりあえず、これなんだこの青いの、これ集めるとなんかあんのかな、これなんかさ、あーごめんごめん、なんでこれで今のカメラって、 L、R、 おうおうおう、今どうやったこれ回避じゃん、これは回避か、 R2、 R2 がこれな、指定切りがね、あ、レーダー、レーダーこれ何に使えんの、いや久しぶりだなこれ、めっちゃ久しぶりだな、ってか全然ほとんど覚えてないんだよ、なんかあのとりあえず本当にね、まあまあ前も言ったんだけど、 前のパターンも言ってました、まあ、かなりかっこよかった、かっこいいって俺しか多いと思うんだけど、かっこいい、かっこいい踊る暴れるしか多い、あ、なんかある、まあ、とりあえずそれはもう完全にもう今の俺の気分にぴったりだな、ちょっと今かなり、まあ、かなり楽しそうな笑ってるし、かなりぶっ飛んでるからね、なんかね、いや3000くらい、まあ、結構ぶっ飛んでるなと思って、まあいいんじゃないか、俺はいいと思う、敵倒していくかな、まあ、敵倒すのもいいけどさ、まあいいよ、ちょっと、まあ、地道に、だんだんね、わかんない、かったるくなってきたら、なんか、飛ばすと思う。壁蹴っていこうか、こういうこと、ほい。なるほどね、チュートリアが受けたって、これ何、これは、あー、なんか魔法がどうだろうことだ、これなんかあったんで、何これ、65、何これ、はい、中毒しました、これなんか、わざめたらなんかあった、なんかいろいろあるね、ちゃんと見てけば、画面でけえの、画面でけえって言うからなる酔わないように気をつけろ、ちょっとこういうなんかプレステーか内外プレ2のゲームで初めて、なんか自分の LP 人生だからあるな、こいつが初めてのプレ2のゲームだなほとんど大体もう数ハビしかやってないんだよ、これ何、例にだった時にだね、おお、これ何、何が、お、あれいけねえ、上にいけねえ、これなんか反対いったら何か、うーおう、アクションゲーム、こういう本格的なアクションゲームも面白いよね、面白いってか、まあ、なんか今あったけど、あれごめん、俺どこに行けばいいかな、あ、ここかな完全に道迷ったの、ここ見てないよ、こんにちは、ごめんね、ちょっと練習してみるか、じゃ あ練習してみよう、じゃあ、そのなんか剣撃とかなんか、まあいいや、その次に敵になるっていうのが俺よ、あれ押す、まあいい、さあ、何が待ってるかな、ここは、なんて、ボスとか出てくるのがね、よくわからん。まあ、とりあえず、目標としては、まあ、それも最初に言っておくべきなんだけれども、目標ってか、まあ、まあ、普通に楽しんで暴れて、楽しんで暴れて、まあ、ストレス溜まってる時にやったら、まあ、壁にまあ、荒ぶって、まあ、多さ。まあ、それはそれで、俺個人的に、まあ、個人的にも楽しめると思う。まあまあ、普通には、やらせていただくから。元気もらえそうだ。元気もらえそうって言うかな、これやったら結構楽しそうだな。でまあ、とりあえずクリアが目標にしてる、まあ、そんなめちゃくちゃなんて、そんな私プロフェッショナルじゃないんで、プロフェッショナルじゃ普通に、あ、なんか今あったね、何あれ、太陽なんちゃらかんだよ、R にほいほい、難しいね、ちょっと難しいのは通るタイミングですか、ほっ、いけるか、無理だ、足んねえ、ああ、こうじゃん、おっ、いったね、行こう、あ、とりあえず何があんの、おぉ、こう、俺なんでこのゲーム買ったのか、なんか覚えて、全然覚えてない、まあ、高校の時にさ、まあ、これ、なんか1回あれなんだよ、まあ、2回目なんだけど、このゲームが高校生の時に1回買って、まあ、友達になんかお勧めされたのかな、なんか、もうなんかこのゲームかっこいすぎるわみたいな感じで、なんかめっちゃ友達がなんかね、そう言ったからね、言えそうなんだみたいな感じで、なんかそれでちょっと、安かったから買ってみたんだけど、なんか、これはなんか、封印みたいな、あそこじゃなんか、さよなら。しかもしかも
TKO 倒せんの。 おー、 連鎖するときにまずダメだ<笑>ダメだダメだ、あ、いたいたいたよな。おい、おい、どうすればいいの、わかんない。まだ中途で現れたらいいの、未来にいる<笑>そうしなきゃわからん。で、ここはどうやったら楽なの。敵はあ、どこに、あ、いるね、ここに人は。ちょっと、ケーキ系は敵に行け、お願い。 お、こいこう、こうだ。おー、いいね、いや、かっこよかったね。歌でできてんのか、歌でできてんの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 、
あ、まだいた、まだいた。これ、まあ、こうやって、俺もちょっと頑張ったら練習したいね。こうやってなんか踊る練習してみたいな。トイレでなんか。職場であれだな。もうやめちゃったけど。もう仕事やめちゃったけどあれだな。あれやってみようか。これ何？モンの方にはちょっと力持って。はいはい。何モンの方にモンの方に踊んだけ多分大丈夫だよな。まあ大丈夫だと願いたいな。はいはいはい。ほっ。ありがとう。あ、なんかあんじゃん。いっぱいあるね。65個。5つで何個ぐらい？ 5 個ぐらい。5個じゃねえか。5個だよ。いや、5個か。あー、はい。もう仕方だ。お前ら仕方だ。なんかね、武器の強化みたいなできた気がするんだよな。それ多分それがあれかな。このなんかさ、緑の弾集めてったら、それをちょっと消費したような武器強化みたいな、そういう感じなんだ。それ極めたらでいい。極めたらってか、まあ、なんつうの。割とそんな癖もしてないんで、とりあえず、まあ、とりあえず敵と戦うときに、戦いたいときに戦ってもらうなって、まあまあ、ちょっとね、だるくなったら、ちょっと退散みたいなことで。今回、これ使えば、これは、これを使えばやっぱ、そう、照らすようか、見つかった。照らすようか。いいね。こういうロロチもちょっとカットしたいね。できれば。覚えたらなんじゃけど。あー、なんかあった。なんかあった。何これ。緑だね。どこだ？どうか。音楽かっこいい、ね、あれだな、アジア系アクションって感じだな。うい、何気にこういうの初めてじゃないか。アクションゲームはいろいろやってるけどさ、今までさ、個人的な AP のとか LPG とかロックマンとかいろいろやってるけど、まあまあまあいいね、こういうのもね、こういうのもいいな、面白いもん。ただ酔いそうだ、やりすぎると酔いそうだから、もちろんできる。これ何、交流権全部が使える。あー、魔法かな、これ魔法すか、なんかなんか出てきた、出てきた。お、何事、いきなり来た、なんだなんだ、もうなんだこれ。あれ、ゲームオーバー。このたわけが、ごめんなさい。太陽術防御を忘れたか。太陽術防御はいかなるものも防ぐ無敵の盾じゃ。これ忘れたもん、何か。水に向かって狙いの姿勢を取ればよい。ふん、狙いの姿勢。そう、それでよいのじゃ。狙いの姿勢じゃないよ。ごめんね、俺チュートリアル見たけど覚えてねえ。どうすればいいこれ。はっ、こうか。おー、かっけえかっけえ。うぅぅ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 ぅ。それがそういうカウンター攻撃ってことだ。なんか面白いね。よかったよかった。これもぜひなんか出てきたね。なんかいた、どこに、ね、なんか敵に当てることが聞こえた。まあいい、あ、これいいね、これ便利だね。これなんか今なんつうの、これで先に進む方向が分かるっていうか、このなんつう青い玉に青い玉が方向に行けば、まあいろいろ分かるってこと。なんかちょうだいちょうだい、ありがとう、ありがとうさーん。まあそういう飛び玉使うのやりましょう。そういうやつは勘弁してほしい、ほんとに。どこだ、前は先に進もう、とりあえず先に進もうか。ごめんね。おお、どうすればいいんだこれ、こうすればいいんだ。じゃあこうやっていくか。ちょっといい、普通にあれだと今つかめたから、ただそのままジャンプしてはいけたんだけど、まあ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 、まあ、いいんじゃないかい。どこだ、こっちか。
放っちゃった。なんかちょっと地形が似てるからちょっとわかんねえんだよな。おっはい、これが好きだな。これがねやるやつで、なんかこのおおあっという間に23、これなんかベストで回らないかもね。おいやばい、46、もっと増やしとおう。おお増えるね。もう道上がらないですか。道上がらない。なんかパワーある妖精。これなんだ、あのこれか、あっちだね。おおおあちょっとカメラがちょっとわけがわからん。こっちこっち、ういちょっと酔いそう。こっちか、こっちはなんもない。あっちから来たのか、あれ、あこうか、これでもでも、はい、あ今完全に下なんかない、下なんじゃないか。あ、降りてきちゃった、ごめんね。いやな、俺ガードできねえもんな。ちょっと攻撃してから、あ、お前もそう気だな。はい、やられてしまえ。でやってくれんだよ。おー、いいな、やってんだ。うわー、えっ、ベベベベー、うらやったな。だから、とどめは刺さない。みんな打ちだ。覚悟してくれ。無理やかな。おい、結構ステージ長いね。1ステージ。まあ、そろそろ俺はいいんだけど、そろそろなんか新しい時期はボス当たりと戦ってみたいな。あ、またあるね。後ろは何もなし、あら取れなかった。こうかはっ、ダメだった。ダメだった。今ので取れたらすげえかっこよかったんだけど、ほっ、ほい、あれ取れた。多分普通にジャンプしていけば取れたな。こうか、こうか、ダメだった、ダメでした、ごめんね、ごめんね、下手くそ、申し訳ない。こうだね、視点合わせて、おい、普通にジャンプしていけば、おい、いや、これ難しくね。あ、惜しかった、かなり惜しかったね。どうすればいい、これ、おっ、無理だった、ちょっと待ってくれ、おい、おい、取れない、取れない、取れない、取れねえよ。諦めていい、諦めてよろしい。それ何があんの、あ、詰めた、なんかパワーアップ作ったのか、パワーアップアイテム全然取れ、こうか、あれってか、むしろなんかねえんだけど、どこにあんの、あーどこにあんの、あらもう、あと、あ、もう後までですよ、後までですよ。もうちょっとね、そんなもうあれだ、そんなもう時間をかけなくて、もうちょっととあれだ、ちょっとともう進みてえから、ちょっとと進みてえってたからよ。いいんだよ、もうクリア目標なんだから、クリアが目標だ、クリアノーマルモード。俺いつもイージーモードやってるから、大体こういうゲームもイージーモードやってるから、オーニムショーとか、まあ、デビルメイクラとか、そこら辺も大体もあれだから、簡単モードやるからな。もちろんそれ絶対無理だもん、ハードモードとか絶対無理だもん、クリアできる自信ねえから。まあだからもういいんだよ、これで楽しめば OK で、そう、楽しめば OK、 楽しめれば OK、 そうそう、そういうもんですよ、そういうもんでしょ。でもお兄さん、ここはなんで、イケメンすぎだよな。ランド、おお、ボスか、なんか来たね。こんにちは、レイピア系男性。かっこいいね。始めようか、魔法で打っちゃうけど、あに寄ってくれたな。おお、剣撃、うらっ、よるじゃない。うわ、体力あるね、体力あるってことあるな。うわっ、やるじゃねえ、俺たちの、俺の下手くそプレを見せてやるぞ。何が何が起きるのか、よいよいよいよ、はめ続けてやるぜ。もうここでこの壁に、壁にはめ続けて、ほっ、おい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 ぐる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 、追い打ちの、はい、もう追い打ちの、はい、追い打ちの、当たる、おい、かっけえな。こんな息ぴったりで踊りながら、ケルケサミーヌ、ドドドドドド、おうちの、4000、あ、使ってみようぜ、はい、なんかよかな、なんか今、設定できたんだ、なんかよ、扱いね、おい、むしろ、
トスターかもしれねえな。ごめんよ、ごめんね。さよなら。あれ、さよなら。お前の死に際が見たかった。見れた。監視されてる？あ、違うか。あら、こんにちは。どちらか。中心で書いてあったね。あ、クリアしたね。そんな感じ。初級全然ダメランクシーン。何が上級だった？打撃？あ、耐久は初級全然やな。あれやんの、あるほど。はい、1ステージ後に切ってっか。じゃあ何が待っているのかな。 Find out next time.